何わかんない。あ、どうわ、なんかすごい、すごい、あー、え、これ隙間、隙間あります、難しいね、これ、これないね、これ絶対無理よ、うん、どうやって走っていくの、これプープーとかなりますね。どうする、あ、どうする、色合いかわいいね、色合いかわいいね、あー怖い、これ絶対無理よ、絶対無理、これ一回来たな、確か、ちゃうかった、来たよ、ね、無理だったやん、コアバター使ったでしょ、そうや、途中で無理だった、これはどういう意味、これは下に落ちないように抵抗しながら、あーあー絶対無理、あー絶対無理、絶対無理、あー絶対無理よ、これ無理です、めっちゃ飛んでる、おひろさん、めっちゃ無理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 、あー、いけそうだった、無理だよ、絶対無理、いや、この、いや、このトゲトゲやめてほしいですね、うん、トゲトゲだけやめてほしい、だってこれだけでも難しいのにさ、あー、もう絶対無理いや、これ無理ゲーじゃないですか、あーあーあっ、こっちに行ってこっちに行ってこっちに、あ、無理だ、どうやったらできる、こっちに行ってこっちに行って、あ、無理だ、このトゲトゲやめてほしい、絶対無理、絶対無理、あ、絶対無理、絶対無理、ここで見守ってるから行ってきて、私のことは、あの、大丈夫だから行ってきてちょうだい私のことはいいわ、行って、ドローンを飛ばすわ、あー、せっかくおひろさん着いたのに、せっかく着いたのに、スタッフさん行ったよ、スタッフさん行ったよ、あー、あ、だからもうそこに行った人はそこに行くようになってるんだ、あ、行けた、行けた、私行けた、一回行けると行けるね、一回分かると、え、これはどうすんのこれは何、これは何、ど、え、これ簡単、登るだけ、あ、これ簡単、これはどうするの？意外に、これは？ん？あ、え？スタッフさんは随分先まで行ってるようですが、どこに、あ、あそこにいました。あそこにいました。こういうの得意です。意外な才能です。こういうの得意です。私もう反則してますのでね。反則してますので。これ。これ何？これどういう、これトゲトゲに、あ、これトランポリンでトゲトゲに乗っかっちゃったらダメよ、トゲトゲに乗っかったらダメよっていうこと、あ、タイミングが合わないです、スタッフさん頑張っております、スタッフさんがトゲトゲに、あ、頑張っております、ここめっちゃむずい、これ難しいですね色合いは可愛いのに、このアスレチックワールド難易度高めです、色合いはこんなに可愛いのに難易度はさっきより高いです、ここなんでジャンプする、めっちゃむずい、ここ、いや、いや、当たっちゃいますよね、こういうの絶対、これ絶対当たるし、これね、絶対切って、ちょっと切ったらいけます、あ、なるほど、あ、あれ
あれ、あー落ちた、落ちるんかあれ、くそ、そこ難しそう。うわー、あーうまいうまい、何度も何度もやり直しております、何度も何度もやり直しております、苦戦しております。私は撮影がありますのでっていうことをへりくつに、飛行アバターで一足先にゴールで撮影しておりますが、大広さんとスタッフは頑張っております。最後のステージで大広さんとスタッフが苦労しておりますよ、苦戦しております。あーもうちょっと大広さん、もうちょっと、あーもうちょっと頑張れ、もうちょっと、もうちょっともうちょっと落ちた、もうちょっと頑張れ、もうちょっと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 、そのまま、そのままこっち、そのままこっち、やったー、大広さんが一番、大広さん一番、ここが難しいの？透明なトランポリンが。あーそうですね、こっちなんかどこ行っていいかわかんないです。なんかそれとなんか、それとなんか2つに道分かれてて、片方なんかフェイクで、うんうん、フェイクがあるの？なんかフェイクありました、一箇所。意地悪があるんだ。もうちょっとそこそこそこ、フェイク気をつけて。フェイクがあるよ。なんかフェイクがある。さあスタッフはクリアすることができるんでしょうか。スタッフはクリアすることができるんでしょうか。めっちゃ難しいですね。色かわいいのにね。23色合いかわいいのにね。94回。94回。もうちょっと。そのまま。そのまま、あちゃー、おめでとう、やったー、おめでとう、おめでとう、24本、難しかった、まだあるやん、感じかね、戻るだけ、そう、戻るだけ。ということでいかがでしたか、大広さん、クリア一番、どんな感じ、難しかった、面白かったですね面白いけど難しかったです、どうでした、スタッフさんどうでしたか。そう、面白いけど難しかったですね。ね、でもよくできたワールドです。こんなに色合いが可愛いのに難しかったです。いいスタッフさんは以前来た時は無理でした。難しいです。今回初めてクリアしました。はい、ということで今回一番目に紹介した、はい、高所の、もう高所恐怖症の人絶対無理な、あのアスレチックワールドも、こちらもクエスト対応ですので、ぜひお越しください。VR 用意する方はやめといた方がいいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。